生味石生味石は、沖縄県の八重山列島において、かつて農作業の時期を知るための星の観測に用いられていた石である。生味石生味石説定め石八重山では、星の観測すなわち、星見が漁業や農業に利用されており、農業については、波種などの農作業の時期を特定していた。原初的な形としては、山を基準として、星の位置を観測し、 観測の対象とした星が特定の時間に特定の位置に来ることを季節の指標として波種などの作業を行っていたと考えられている。生命史は山に変わるより精緻な基準として用いられたものである。生命史には立石状のものと方角を刻んだ方遺跡のものがあり、立石状のものには穴が開けられたものと穴のないものがある。方遺跡は 立石状のものより、後の時代のものとされる。山陽成形図家府、八重山当初基長によると、八重山の頭色であった宮永親雲城長寿が、1670年代から1690年代にかけて、立石状の生命士を八重山の各村に建てたとされる。立石状のものの場合、穴のあるものでは穴を通して、また、 穴のないものでは頂点を基準として星を観測した。方位席の場合には中央の穴に竿を立て、その先を基準とした。精密石と組になる背の低い石を用い、二つの石を基準とすることでより正確な観測を行ったものもある。観測対象の星としては群星と呼ばれるスバルや立明城と呼ばれるオリオン座が用いられた。現在は石垣島に三つ。 竹富島に一つ、小浜島に一つの所在が確認されている。宮古島にある人島税積は、立石上の精命石とほぼ同じ大きさである。また、宮古島南部の七股にも鬼の根、神の根と呼ばれる皇帝一体の立石がある。これらの石も、精命石と同様の用途に用いられたのではないかとの説もある。また、日本各地の日和山にあるか高戸石との類似も、 指摘されている。高さ約145センチメートルの立石場の、現在発散橋通りを登った自動車のディーラーの隅に置かれているが、以前はその敷地は畑でその中にあったものを移設したとされる。また、かつては組になる背の低い石があったともいう。高さ約1メートルの立石場の産後石灰岩でできたセミ石。本来の位置から若干移動されている。 菊目珊瑚石の中央に穴をうがち、放射状に方位を示す十二筋の溝を刻んでいる。中央の穴に竿を立てて、星の位置を観測したものと考えられている。大川村にあったものだが、宮永川土地改良事業に伴い1986年に撤去されて、石垣市教育委員会により保管されている。立石状のサン石海岩でできた精密石で、中央や,や、 下寄りに穴が開いている。かつては竹富島北部のような国家の畑にあったが、1953年に石山宮を公園として整備した際に移設され、現在は公園内のなごみの塔の下にある。石の下の方に、東西方向に穴が開けられており、日没後にその穴から群れ星が見える時期に橋を行ったとされる。野尻方への日本星名時点初版では、 探索を依頼した知人がカビラのヤブ林で撮影したという生命医師が写真付きで紹介されている。この生命医師は長らく所在地が不明であったが2008年になって竹富島のこの生命医師が同所でカビラの生命医師と写真で紹介されたものであることが判明した。同所が生命医師の場所を誤っておりカビラには生命医師はないのか写真を取り違えただけでカビラにも 別の生命石が所在するのかは明らかでないとされたが、後に日本保守名時点でも再犯以降はこの写真が、竹富島にある生命石のものである胸が吹きされていたことが判明し、単なる写真の取り違いではないことが明らかとなった。高さ約55センチメートル、幅約130センチメートルの横長の珊瑚石海岸でできた生命石で穴が開いている。 1976年7月15日に竹富町の史跡に指定されている。ありがとうございます。